今日はホワイトドラゴンをご紹介したいと思います。もともとはセンターシャフトのマレットっていう感じでスタートしたんですけど、センターシャフトであまり販売本数が伸びなくて、デザイン的にも、かっこいいので、こういうベンドネックでホワイトドラゴン2として今回発売開始しました。バランス角は54度、ベンドネックでインナーホーゼルでシャフトを刺してます。これ今私の左用で、シダ作ったんでスチールシャフトが刺さってるんですけど、基本はこのホワイトドラゴン2はカーボンシャフト仕様になってます。カーボンシャフトは内径が分厚くってホーゼルがシャフトの中に刺さっていかないんですよ。ですから必ずこう包み込む側でインナーホーゼルっていう形で作らなければなります。でベノックの加工技術で非常にスマートなネックの仕上げになってます。ではこれの特徴ですけど、まずバランスが54度っていうことは、緩やかにイントゥーインにヘッドが動くようなそういう方に合うんですね。で来角は72度とちょっと釣り気味で、足の近く、まあ腕もどっちか言うとちょっと伸ばし気味で構えと非常にいいのかな。でラインが2本線ですよね。これ後ろにねまっすぐ引きたいと思ってヘッドを目で追いかける人が多いんですけど、この後ろのこういうような弓のようなデザインと2本線でバックスイングの時に必要以上にまっすぐ正確に引こうと思わさないデザインになってます。それで、このパターンの場合はこのように腕を少しこのまって振っていただくような、そういうイメージで性能が発揮しやすいパターンですね。私はどっちかで膝ちょっと曲げて肘もちょっと曲げるんで、私はこういう風にしたいんですけど、油断すると私が打つとこんな風になります。今日はその人の構え方打ち方に合わせて設計してるので、違う構え方になると今みたいに油断したら全然違うとこにいます。このパターンの場合は、ちょっと腕伸ばし気味やから、奥の場合やったらちょっと短く持ってこれぐらいで近く立って、超えると振りやすい。ボールの近くに立って腕を結構伸ばしてまっすぐ引きたいけど、まっすぐ引くと正確に上げようと思ってバックスイングがゆっくりになりすぎる人がゆっくりになりすぎない、そういうパターンに仕上げてます。僕がやるとなかなかうまくいかないですけどね。カーボンシャフトでその方にぴったり合ったタイミングで振れるシャフトを選んでフィッティングしてお作りしたいと思います。グリップも、ショートパッドの時に最もその方が、グリップ圧が変化が少ないグリップで、お作りするので非常にいいと思うんですよ。お値段は税込み23万1000円、カーボンシャフト仕様。これ今左用でスチールを刺しますけど、商品としてはカーボンになります。こちらにメノックっていう文字が見え隠れします。この足からふるさと納税でもゲットできますので、自分に合ってるなと思う人は、ぜひ試してみてください。税金の分で手に入るかもしれません。もう一度おさらいしますと、腕は伸ばし気味、ボールとつま先の距離は近く立って、まあ、背中も伸ばし気味、腕も伸ばし気味で、後ろをまっすぐ引きたいっていう方に、私はこれ合ってないんですけどね、合ったパターンです。一回その人になり変わってストレッチ、パッチングストレッチをして、こんな感じ。
まっすぐ行きました。はい、今日はホワイトドラゴン2をご紹介しました。なんとこの秋からふるさと納税で手に入れることも可能になります。もともとセンターシャフトだったものを、ベンドシャフトです。ここのつなぎが自信作です。これスチールですけど、カーボンシャフトをこのように細く薄く包み込んで美しいネックに仕上げています。深く立って腕を伸ばして構えたい方に最適な、このピン型みたいなマレットみたいな形の独特のスタイルになってます。このパターは、今年の春に発売開始して、日本女子アマで、最多バーディーを取ってくれたパターです。では今日の動画が良かったと思われましたら、高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。これからも新製品をちょくちょく上げていきますので、楽しみにしててください。ではまた来週。